第1試合、国分中央は1回、ランナー2塁で4番西村。タイムリーツーベースで先制すると、さらに松永、庄村、今村はこの大飛球。3連打でこの回一挙5点を奪います。追い上げたい吹上は6回、先頭はキャプテンの福田。レフトへの当たりで2塁へ進むと、続くバッター永田が打ったのを見て飛び出しますが、これはピッチャーゴロ。2塁ランナー福田は戻れずタッチアウトに。チャンスをつかみきれなかった吹上、6年ぶりの夏2勝とはなりませんでした。